熊本アキの四十プロジェクト。あと玉木さんから趣味は何ですか？趣味はカメラです。あ、はい、あれさ、なんかインスタ、はい、拝見していますが、いいよね。本当ですか？嬉しい。いい、すみません、上からです。先輩方で吹かせていただいて。いや、もともと好きだっけな、カメラ好きとか。もう昔から写真を撮るのは好きなんですけど、なんかここ最近本当に本格的にハマりだして、なんかやっぱり、記憶って危うくないですか？危うい、危うい。だってキナミンの家に来てたことも忘れてるもん。私はそれはもうすごいがっちり覚えてるんですけど、いや今しかないもの姿を、なんか最初はカフェとかの食べ物とかそういうのを撮るのが好きだったんですけど、もう最近はもうもっぱら人を撮るのが好きで、なんかもうその日しかないじゃないですか、その人って。なんかうまく話せないんですけど、いや今度撮ってもらおうって、なんか、うん、残したいって思ってるんですよね、いろんな人。だからなんか自分、最近自分よりやっぱり人を撮るのが好きで、なんかその瞬間、瞬間を、まあ、記憶に残したい、記憶に残したいし、なんかその人がその写真を見て、なんか、あ、なんかいいなって思って、自分のことをいいなって思える写真を撮れる人になりたいと思うんですよね。なんか、あるよね、音楽と一緒で、なんか写真見てあの時思い出す、そう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 、あの空気感みたいな、なんか自信、ね、になるとか、なんか頭、そういうソロとかそういうのもポートレートとかも撮りたいと思うんですけど、今はこう家族を撮るのがすごい好きで、なんかまあコロナ禍でね、なかなかそういう機会は今ちょっと難しいんですけど、なんか家族を客観的に撮ってくれる人ってなかなかいないじゃないですか。なんか自分の子供を撮ったりとか、旦那さんとか奥さんとかそれぞれを撮るとか、自撮りするとかはあるかもしれないけど、このなんか自然な姿を残してくれる機会って少ないなって思ったので、なんかそういうのを残してあげられる人になりたいと思っちゃった。はい。なるほどね。なんか新鮮やね。そう、家族を残したい。家族の写真を残したいってすごい思います。あ、なんかコツはありますか？あ、コツ？写真。うん。うまく撮るコツは、私も知りたい。光が全てなんですけど。なんか光を、なんか、あ、こういう光がだといいなとか、それも本当に慣れっていうか、もうこれは数をこなして私も今勉強中なんですけど、あとは、意外とやっぱいい写真だなって思うのは構図がしっかりされてるんですよね。もうすごいプロみたいな、なんか勉強してるね。ちゃんと勉強してるじゃん。いや、なんかもうな、最近思うんですけど、何事もやっぱ知識がないとこう向上しないっていうか、勉強するのが好きで、そうだ、なんかやっぱなんとなく撮っててもセンスだけで撮れる人もいると思うんですよ。でもやっぱり、あ、こういう構図がやっぱり人がいいなと思う構図なんだっていうのが、多分自然と身につく場合もあるし、勉強して身につく場合もあるじゃないですか。だから構図とか光とか、そういうもう基本的なことをまずは私はすごいインプットしたっていうのと、なんかあとはやっぱとにかく人の写真を見てます。そうね、なんか歌と一緒だよね。そうだと思います。基本本当に呼吸が大事で、みたいな、でいろんな人のいろんな技術を、そうですね、盗んでじゃなくて聞いて、で自分に合うものをやっていく、いやもうそれに限ります。なんかリハーサル室でさ、なんか思い出話みたいになって、はい、なんか嫌だけど、リハーサル室でディアナかなんかのナッシングかなんかを一回キラに聞いてもらってさ、それは覚えてるんですね。
私鮮明に1対1でね、なんか自分一人でずっと歌ってて、うんうん、わかんなくなっちゃったからギャラリーが欲しいってか、うん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 、誰か聴いてくれる人が欲しいと思って、いやいやいや暇そうな気じゃなかったと思いますけどね。いやそうなんだ、聞いてたんだね、きっかけ覚えてないけども、その歌ってくださったあの状況とかその時の感情とかはもう鮮明に覚えてます。なんかでもあれで、うん、あれで木南がこうなんか感動してくれたっていうのが、うん、なんか結構ね後々モチベーションになって いや私ももう感動しすぎてね、ね、いや感動しました。この場を借りて、この場を借りて、いや贅沢な時間をね、あんなことね普通の人はできないですから、観客に選んでいただいて嬉しかったです。楽しかったですね。ね、楽しかったよね。はい、続き質問です。寝るときは何を着て寝ていますか。ゆうこさん、ゆうこさん、私の寝るときの服に興味なんか持っていただいても本当に感謝ですね。ありがとうございます。実用的なんですけど、一番今気に入っているのはなんかな、もうすごいこんな説明をダラダラしていいのかと思いながら、そうですよね、だって質問が来てんだからいいんだよ。ズボンは、うん、ズボンからあのハワイのね、ハワイのねディズニーショップで買ったそれこそライオンキングのパンツを買ったの。もうめちゃめちゃ可愛い上になんかめちゃめちゃこう素材がゆるっとしててすっごい履き心地が良くて、うん、もう、うん、ハワイ行ったのね1年半ぐらい前なんですけど、もうそっからほぼ毎日それ、うん、もう洗い替え以外は気に入りすぎて、へー、でも、まあ、インスタに上げてよ。くったくたになっちゃったけどいつかあげますね。ボロボロのなんか毛玉だらけに今なっちゃってるけどもう気に入りすぎてなんでもっと買わなかったんだろうって思うぐらい気に入ってて、うんうんうん、でもそれをまあ洗い替えとかで履けないときはジェラートピケの、レギンス履いてます。なんか、うん、とにかく長いやつじゃないと寝れない。短パンとかでは寝れない。あ、ぴっちりで上はかでもタートルネックのヒートテックに、うん、それこそジェラートピケの何かウェアを着てるんですけど、であとうん、ユニクロのネックウォーマー、ヒートテックのネックウォーマーをして寝てます。とにかく首だけは冷やさないみたいな感じで、はい、言うよね、うん、ダンサーの坂田佳奈子さんが首と名の付くものは全て温めるっていう、ね、手首足首ね大事ですよね。そうそうそう、首ね、そう、首だけは、うん、お腹出ちゃっても首だけはゆうこさんカバーしてます。はい、はい、ゆうこさんということで、ジェラートピケでした。そうですね、ジェラートピケでした。それだけでよかったですよね、説明なら私本当にくだらない説明は。はい、あとは、はい、私からの質問で、生きる上で大切にしていること。笑顔。あー、なるほどね。なんかいやさっきもあきさんが明るいって言ってくれたんですけど、なんか私すごい自分に自信がないから、うん、いろんな人に私の好きなとこ教えてとか聞くんですよ。めっちゃうざいですよね。でも大体の人が明るいところって言ってくれるんですよ。いや明るいもんね。なんか嬉しいです。だからなんかそこだけは失わないようにしたいって思ってて、だから、うん、まあ意識しなくても大体明るいんですけど、まあちょっとね、うん、辛い時とかもあるじゃないですか。そういう時でも明るくいよ、うん、笑顔でいよって思ってます。そっか、でもあ、いいんだよね、笑顔でいるとなんか、はい、なんか勘違いしちゃうんだよね。そう言いますね。あとなんか歌う、なんか暗い気持ちになると歌えないっていうのを昔聞いて、なんか、ああ、それ話つながってるかわかんないんですけど、なんか、うん、全然歌ったら明るい気持ちになりますよね。そうそう、ね、なるよね。やっぱだから形から入るのも大事ですよね。え、じゃあアキさんは何なんですか、大事にしてること。なんだろう、
嘘をつかない。え、絶対に？うん。絶対にかな。嘘ってつく？優しい嘘とか？わかんない。優しい嘘ね。嘘っていうか、まあ、嘘じゃないか。なんていうの？言わなくていいことは言わないとかはあるか。うん、それは嘘じゃないですもんね。そうそうそう。だからなんか全てにおいて、うん、やっぱさ、こういう、まあ、業界っていうと、はい、まあ、特に木南はさ、まあ、テレビとか、まあ、はい、そういう人の前に立つ仕事を続けていたりするとさ、はい、それこそさ、なんかこういう風にした方がいいんじゃないですかとかさ、はい、例えばまあ、はいはい、いろいろあるじゃない？で、こう作られて、いろんなテレビを出ている人を見ても、ああ、この人嘘ついてんなとか、うんうん、ああ、無理してんなみたいな人って結構多かったり、うんうんうん、まあ、するんだけど、なんかそんな中で、こう、本当に、やっぱシンプルに嘘がなく、そのままでいるってことが、最後になんか死ぬ時に後悔が残んないかなと思って。だから、嘘、好きな人にはちゃんと好きって伝えるとか、もう、それもなんか、まあ、素直にっていうことの、なるほど、嘘じゃないってことだし。そういうことですね。そうそう。いいことですね。そういうこと。大切。は、大切に、うん、してるかな。素直ですもんね、あきさん。そう、素直すぎるところがちょっとあるので、もう、四十になったんですか。そう、四十になったので、四十プロジェクトっていう名前でこれ始めた。そうだ、私の一個上なんですもんね。そうそうそう。なんで、なんか、これから、それこそ、木南も、じゃあ四十になるまでにじゃないけど、うん、これからなんかやりたいこととかって。難しいなぁ。まあ別になったからどうってことは全然自分の中ではないんだけど。なんか、本当に四十になるんだって。なんか追いついてない気がしますね、自分のこのなんていうんですか、中身と年齢が追いついてないので、うん、あ、でも最近思うのは、ま、写真とか動画とかそういうの好きで発信とかしてるんですけど、うん、本当にね、もう言葉、文章力というか言葉の素敵な人いるじゃないですか。なんかそういう人に最近憧れていて、だから、うん、この写真とか動画だけに頼らず言葉でも表現できる大人になりたいなとは思います、うん、でも YouTube とかもさ、結構、はい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 、なんていうの、題名とかああいうのもさ、すごいセンスいい人、うん、そうですね、多いもんね。言葉選び、そう、なんか同じ多分写真を見たとしても、例えばインスタグラム載せたその文章によってこう人が見える状況が情景とかが変わったりとか、なんかそういうのが上手な人いるじゃないですか。いる。あ、ちゃんと、ちゃんと見るね。まだ、あの見ないでください。私の文章は本当に拙すぎて違う、あのできないから、そういう人のを見てすごいなって思ってるだけなので、ちょっともう恥ずかしいです。本当に私もう小学生みたいな文章しか書けなくて、本当にだから文章力を身につけたいので、うん、そのために何か努力したいと思います。レミゼはもう絶賛お稽古で、はい、5月から回ります。あ、なんかどっか回るの？待ってくださいね。5月21日から7月の26日まで東京公演を行っていて、8月に福岡、9月に大阪、松本に伺います。ちょっとまだね、キャストスケジュールが出てないので、その東京以外は私が出演するかどうかはまだ決まってないんですけど、レミゼラブルの公演自体はその博多、大阪、松本の3都市に伺いますね。ぜひ皆さん、はい、私もじゃあ今回は来てくださるんですか。やった、うん、行こうかな。嬉しいです。頑張ってほしいです。はい。で、レミゼってさ、なんか私最初10代の時、多分エポニーヌのオーディションか、19の時エポニーヌのオーディションかなんかを、はい、その新聞で見て応募して、
結構いいとこまで残ったんだけど、式入る前ね。はい。レミゼのいいところって木南から見てどこがレミゼの作品自体。もう本当にもうなんといっても音楽、もう音楽の力は偉大ですよね。すごいよねやっぱね、残ってるものってさ。レミゼはもう本当に音楽楽しみだね。レミゼもうほんそうですね。久々だから無事に本当に上演されることを祈ってね。今もう頻繁に PCR 検査を受けながら稽古に励んでますので、本当にそれです。健康大事だよね。結構 ねエンタメ自体もそうですね、なかなか厳しくなってるので、もう感染症対策、頑張って乗り越えたいですね。しんみりになっちゃった。ってしんみりになっちゃった。やばい、明るさが取り柄なのに。しんみりになっちゃった。なんか言い残したことはないですか？あきさんも元気でいてください、うん、ねえ頑張ろう。はい、私はなんかまあぼちぼちこんな風にこう会いたい人と声でつながって、まあアプリでね電波状況とかいろいろあるけれども、なんかこうパワーをもらって、今回もきなぷ、ね、久しぶりに私も元気になりましたね。この収録の前に実はなんか30分どうもないこと喋ってた。なんか収録するのかと思いきやただの電話でしたね。近況報告みたいな。いやーなんか本当にこんなね、なんか長時間人とお話しすることが本当に今ないから楽しかったですね。またね、会いたいですね、落ち着いたらね。またちょっとお稽古がとか PCR 検査とかもいろいろあるから、ね、ちょっと舞台が落ち着いてから、舞台とコロナがね落ち着いてね、はい、いい、私もそうですね、のライブがあるんで、まあそこが落ち着いたらリアルで会えたらなと思います。はい、引き続き健康に気をつけて、で、レミゼ楽しみにしてます。本当に見に行くので。ありがとうございます。はい、頑張ってください。ありがとうございました。木南さやこさんでした。ありがとうございました。